EF510 型20号機が静岡貨物へ無動力改装されました。JR 貨物は今月19日から明日22日にかけて EF510 型20号機を富山機関区から静岡貨物へ無動力改装しました。EF510 型は EF81 型の置き換えを目的として2001年に登場した硬直流電気機関車です。レッドサンダーの愛称で親しまれています。今回、富山機関区に所属する20号機が乗務員訓練のため、関東を経由して静岡貨物まで無動力改装されました。EF510 型が関東入りするのは2016年3月以来約8年ぶりとなります。JR 貨物によると、静岡総合鉄道部の名古屋貨物ターミナル駅乗り入れの開始をはじめとした、迂回列車運転に備えた運転士の乗務区間拡大を継続実施するとしています。これで、1月22日の KAB ニュースを終わります。